まあ、育成部分でキャリア発達と言い換えてもいいと思うんですけども、人材について、ちょっとこういう枠組みで見ていただきたいと思います。縦軸の方が、まあ、いろんな人がいると思うんですけれども、組織力で、何かを成していくっていう部分で OG に貢献する力が強い、まあ、そういった力量を規定するとして、反対の縦軸の下の方の軸ではいやそうじゃなくて一人でこうプレイヤーとしての、スキルっていう、まあ、それでどん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 こう臨床の場に出て、患者さんと対面する中で、力を発揮していくっていう、まあ、そういった能力を規定します。で横軸の方に、手前であれば、管理する能力ですね、まあ、ルールを決めて仕組みを作って、目標に向けて、まあ、それを守りながらこう、マネジメントしていく能力っていうのを作るとします。でも一方の方に、何かを作っていく想像力、まあ、新しい治療を組み立てるとか、新しい、知見を蓄えていくとか、何かを作り出して貢献していくような能力というものを、考えたとします。そうすると、まあ、こういうふうにこう4つに分けられるんですけども、まあ、一番、まあ、個人と管理能力の一番、下この部分ですね、まあ、ここはまあオペレーターというか、まあ、新人というか、要はまあ決められたことをしっかりこなしていくっていう、まあ、自分の役割をしっかりこなしていくっていう部分がここに当てはまると思います。もちろんまあ皆さんここからスタートするわけですけども、そこからじゃあどう成長していくのかっていうのは、いろんなその人の適性とか、まあ、個人から求められる役割とか、まあ、その人のこう目指すところやりがいとかっていうもので大きく変わってくると思います。で、まあ、当然あの皆さんサブリーダー課長補佐とか課長の方々なので、もちろんオペレーターっていう部分ではもうないとは思うんですけれども、そこからじゃあどう、まあ、成長するのかっていうところで、先ほどお話しした、個人スキル、とにかく前線に出て、患者さんとこう最前線でこう関わりながら、やっていくっていう力が強い人、さらに何かこう新しいサービスを作るなど、専門性を個人の中でこう生かしていくなど、そういうこう創造的な活動をすごく得意とする人っていうのもいると思います。でそういう人をスペシャリストって呼びたいと。まあ、多分伝わると思うんですけども、特にその我々はそれぞれに資格を持ちながら、専門家としての、面も持ち合わせてますので、自分の専門性をどんどん生かしていくっていう人間が当然、本庁の中で必要になってきますよね。まあ、そういった方をスペシャリストというふうに、規定してまでいきたいと思います。で一方、まあ、個人でというよりはとにかく組織をまとめるのがうまい、まとめる力が強い、優れているという方もいると思います。で、まあ、目標管理とか、部署のルールとか、法人の目標という部分にもどん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 それをこう部署全体を盛り上げていく力があるという人、そういう方もいると思います。それをマネージャーというふうに呼びたいと思います。まあ、中にはこう印象にどんどん出ていくというよりは、いろんなこう自分の部下なり後輩なりを指導したり、適材適所に配置したりしながら、全体的な売上とか貢献を目指していくという方、そういうのが向いている人もいると思います。そういうのを法人の中でマネージャーというふうに、考えながら、何かを考えていきたいと思います。でもちろんあのいろんなことができてマネージャーもスペシャリストの能力も高いような特別な人っていうのも中には、いると思いますけども、まあそれはまあエグゼクティブと書いたんですけど、まあ、そこはまずこう言っておきまして、今回はそのスペシャリストとマネージャーという、キャリアの発達の仕方があるんだっていう部分を、ラダーシステムの中で規定しています。で今まではこう、まあ、今回の研修でもたびたび出てますけども、まあ、マネージャーなのかスペシャリストなのかっていうよりも、まあ、ある程度の時期になったらちょっと管理者やっていただけないかっていう形で、まあ
ポッとここに入ったりしてたんですけども、そうじゃなくて、まずこう新人がどういうふうにこうキャリアを発達していって、まあ、どういうこう求められる人材になるのかっていうのを最初から規定していて、じゃあ自分がどの位置にいて何を求められていて、将来的にどういうところにつながっていくのか、そういう長期的な視点の中で、人材教育を考えていきたいっていうのが、